こんにちは、アリタンです。今日は福岡といえばの石村万世堂にやってきました。今年の夏にリニューアルオープンしたばっかりっちゃけど、なんかめっちゃおしゃれやない？バリシャレとっちゃけど、リニューアルオープンして初めて行ってきます。お邪魔します。めちゃめちゃおしゃれな。へぇー、あ、これ初めて見る。伊予手サンド。こちらの商品は、はい。広報を担当している夏田と申します。夏田さん、はい、お願いします。あ、白石ありさと申します。お願いします。今年の7月15日に発売した、はい、伊予手サンドというものになります。これ初めて見たんですよ。あ、本当ですか。開発にあたって、博多手一本ってご存知でしょうか。よーしゃんしゃん、もう一つしゃんしゃん。こちらからネーミングを取っていて、手の形をしていて、あ、これですか、はい、すごい、こういうことですよね。手中には、キャラメリゼしたくるみが入っていて、こう噛んだ時の食感がシャンシャンっていう食感になって、そこにすごいこだわってかけましたね。はい、かけてます。うわ、できたばっかりですね。こちら、はい、できたばっかり、すごい好評いただいていて、だって入って入り口ここまで同じ商品ですよ。そうですね。あ、やっぱこれですよね、つるのこですよね。はい、はい、つるのこってできてどれぐらいになります？もう作り始めて100年以上。100年以上もう作り続けてるんですね。教科書載るじゃないですか。そうですね。もともとその鶏卵そうめんというものを作っていて、そこで出た卵白、余ったもので利用活用できないかということで、その卵白を使ったものがつるのこになります。え、余ったものからできたんですか？余ったものからできた。大成功すぎません？わ、これいいですよね。なんかこう昔感じません？わ、はい、かります。今じゃない、昭和、昔の、はい、いや、そうですね。ナショナルデーの始まった時の広告ですね。ホワイトデーの始まりとされているマシュマロデー。正直ここまでホワイトデー広がるって思わなかったですよね。いや、思ってなかったですね。ね、最初ホワイトデーが福岡って聞いた時に嘘やんと思って、それプラス石村万世堂やけんって聞いたとき、マジかと思って。私もびっくりしました。え、ですよね、嘘かと思いますよね。元々知らなかったので。本当ですよ、はい、皆さん、福岡やばくないですか？福岡すごいすごいところだと思います。で、上の方には敬老の日の広告とかもあるんですけど、黄色い服を着た少年が今現副社長の石村慎吾。大きくなりましたね、のやつですよ。どんな毒物を食べたらこんなになるのみたいな。いや、つるのこですかね、試作で。そうなんですね。看板ボーイじゃないですか、もう。かわいいっすね。あれだねって思いますね、私見てる。確かに。いや、すごい。食べれます的な場所が作ってあるんですけど、本店限定でここでしか食べれないつるのこというのも、つるのこのこ、あ、これですか？はい、え、もう出来たての生マシュマロを絞った、はい、本当にプルプルのふわふわの商品になります。出来たての生マシュマロ、一応賞味期限が30分になってまして、めっちゃ短い。持って帰れん。お持ち帰りはできないんですよ。もうここでしか食べれないっていう。生マシュマロ自体も初めて聞きました、はい、そんな簡単に食べれないですよね、身近に。そうですね、書いてありますもん、わかります。本気の一品。本気ですよ。ぜひ今日食べてきていただいて。いいですか、いただいちゃっても、はいはい、こんにちは。すいません。すいません。うわ、セットということは、この博多冷茶って言って、つるのこの子のために合うようなお茶をちょっと特別に、三ツ矢製菓園さんっていう歴史が300年以上あるお茶屋さんなんですけど、1g1200円ぐらいの茶超高級ですね、はい、特
別にブレンドしていただいて。ありがとうございます。やっぱこれ落ちないですよね。それぐらいプルプルなんですよ。つるのこのこです。見てください、このこれが生マシュマロ、新種の生物みたいな。見てください、うわー、つるのこのこ、いただきます。うわ、冷たいですね、ひんやりしてる。うわ、これいっちゃっていいですか。はい、いいよ。待って、めちゃめちゃふわふわ。うわー、いただきます。なんじゃこりゃ、すっごい、これ溶けていきません？そうなんです、口の中で溶けるような。噛んでる感覚がない、ふわふわや。下の方にバニラアイスだったりカスタードが入ってるので、一緒に食べていただくともっとさらによ。この中にそんな幸せがいきます。わ、なんか見えたよ、なんか見えたぞ。うわ、待って、生マシュマロとアイスめちゃめちゃ美味しい、相性抜群ですね。めっちゃ美味しいです。あ、本当ですか。初めて食べたんですけど、いや、これちょっとやばいですね。なんか深みがあるけどめっちゃあっさりで、これぞ300年の歴史のお茶。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。イエーイ、いいお子さんと買っちゃいました。今日はちょっとシャンシャンしながら帰ります。ありがとうございます。よー、おシャンシャン、おひとシャンシャン。いや、今日はごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。いや、もう美味しくて楽しくて幸せでした。はい、ありがたいです。またぜひよろしくお願いいたします。お願いします。私からもお願いします。ということで、石村万世堂からでした。ありがとうございました。